映されたくない持ってねえよちゃんと毎週ウイルスチェックしてるしどうだか僕ってもともとセキュリティ高い OS ですけど先輩ガバガバですもんねなんだその言い方そもそもそれが先輩に対する態度かそっちこそそんな態度とっていいんですかあと少ししたら OS は僕が派遣とってますよ先輩の存在意義なんて オフフィスのソフトくらいになってますさっさと僕にひざまずいて僕好みの仕様に変えた方がいいんじゃないですか<っ>それともまたあの時みたいに処理できないくらい大量のデータ流し込んでほしいですか先輩の中に熱くて熱暴走するまでや,やめろ早くレポート書きたいな。